ビルドムクラーフファスベンダー、ビルドムグラーフファスベンダーはドイツのバリトン歌手、アーヘン出身。ベルリンでジャック・ストックゴルトとパウルブルンスに支持後、イタリアでジュゼッペ・ボルガッティの訓導を受け、ヘドルナッシュの教えも受けた。1922年に記事の歌劇場でモーツァルトのフィガロの結婚でアルマビーバ伯爵役を歌ってデビューを飾り、 翌年からベルリンドイツ歌劇場と契約。その後、1925年からデュッセルドルフの歌劇場、1927年からシュトゥットガルト国立歌劇場へと移籍し、1930年から1948年までベルリン国立歌劇場で歌った。1934年にイギリスでグラインドボーン音楽祭が開かれるようになってからは、しばしば招かれ、 1937年にはザルツブルク音楽祭にも出演している。1953年からウィーン、ミュンヘン、ニュルンベルク、ハノオーファーなどドイツの主要都市で歌い、翌年からはニュルンベルク音楽院で教弁を取った。娘のブリギッテ・ファスベンダーも彼に教わっている。ニュルンベルクで死去。去年80。ありがとうございます。